GI トークンとプライベートエクイティは気をつけろ。はい、こんにちは。マルチンカムサラリーマンの八野誠でございます。今日もケインスカイの情報をお伝えしていこうと思いますけれども、まあね、取引2月の3日以降でしたかね、停止しているという状況なので、特にアップデートはないんですけれど、取引に関してのアップデートはないんですけれども、一応ね、最新ニュースのところに、2月の12日ですかね、新しい情報がアップされているということでね、ちょっと時間経っちゃってますけれども、はい、こちらをね、見ていきましょう。はい、こちらですね、コーポレートアップデート JP というところなんですけれども、はい、ダウンロードして、これが公式の連絡表ということでね、出ています。ちょっと拡大しますね。はい、最新ニュース。親愛なるケインスカイのお客様へ、当社の事業がパートナーのリーガルコアマーケッツ社 RCMFX により提出したとき、当社は彼らに何度も延長を提供しました。その後、当社は彼らとのパートナーシップを終了することを決めました。当社は法的書類を作成しています。裁判は年の半ば頃に開始する予定です。当社は新しいパートナーを探し始めました。交渉は初歩段階にあります。すべてのお客様にお待ちいただくことを要望します。ケインスカイインベストメンツはお客様の引き出し要件を満たすために当社の準備金を使用します。これは GI トークンのチャンネルを通じて行われます。そのため引き出しを待つお客様はすぐに工程を進められます。すべてのお客様のご支援を奨励するために、当社はこの期間中に激動の時間を共にしたお客様のためにプライベートエクイティティを提供します。この前例のない危機に直面し、改めてすべてのお客様に心よりお詫び申し上げます。新しいパートナーを確立するまで、当社は投資収益を提供することができません。当社はこの期間を通じて困難を共にすることができれば、あなたのプライベートエクイティは値段以上の価値です。プライベートエクイティの詳細について後日発表します。ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく、弊社サポートまでお問い合わせください。ありがとうございます。と、はい、いうことでね、こちらが2月の12日に、はい、出ている文章になりますけれども、まあね、結論から言うと特に進展はなくて、今ね、GI トークンとケインスカイトークン、ね、を、まあ、発行する準備にかかっているというのと、このプライベートエクイティっていうのがちょっとね、また新しい投資案件、ポジティブに言うと投資案件、ネガティブに言うと、まあ、資金回収スキームかなと、はい、いうことで、どうしてもね、今こう出金できない状態が続いているので、思考がネガティブな方にやっぱり行きがちなので、もうね、ケインスカイ信じてる方にはちょっとね、この後、ネガティブな話をするので、見ない方がいいと思うので、信じてる方はここでね、動画止めてくださいと。で、特に何だろうな、ネガティブな話をしてこうアンチ活動をするわけでもなくて、ここからはね、どちらかというと私個人の、まあ、意見と、あと気持ちを切り替えるために私はこう考えますというね、お話をしていこうと思いますけれども、まずですね、はい、こういう通知が出ていますということで、ケインスカイトークンについてはね、何度か私の過去動画でもお伝えしてきたと思うんですけど、私的にはかなり否定的で、なんでかっていうとね、私が私の動画チャンネルでメインで発信している、GCG アジア GIB の方でも独自トークンね、 GUSDT っていう独自トークンを発行して、まあ、ちょっとね、あまりこうよろしくない方向に向かってるかなと、ね、個人的には思っているので、まあ、その二の舞になっちゃうんじゃないかなと。ね、GUSDT という暗号通貨なんですけど、まあ、値段は上がっているんですけれども、いかんせんね、出金できない、送金できない、引き出せないと、ね、いうことなので、まあ、似たような結果になるんじゃないかなと
個人的には思っているので、私はあの GI トークンはちょっとねかなり慎重に考えてます。まあね、あのリーダーさんとかがね多分先行して GI トークンで出勤したりとかすると思うので、それでねあの出勤できるよというやっぱりねあの事例がいくつか出てきてから、まあ本当にまあやってみてもいいかなと、ね、こう積極的にはちょっと乗り気ではないなということですね。はい。で、あと、プライベートエクイティティっていう話も出てきてますけど、これもね、ちょっとかなり慎重に考えた方がいいのかなと。うん。あの、入金したはいいけど、また今度ね、別の理由で、出勤できないっていう話になったら、またね、吸い取られておしまいっていう結果にもなりかねないので、うん。今回のね、あの、今回のお話が本当にね、事実、であり、ゲインスカイインベストメンツも被害者であるということであれば、かなりね、ゲインスカイダメージ大きいんじゃないかと。だって投資資金を出金できないっていうのは、多分会社として多分何て言うんですかね、運転資金がねなくなってるね、マイナス、下手したらマイナスになってるかもしれないっていうところで、それに加えてね、あの会員の皆様になんか補填しますよみたいな話になってますけど、そんな余力あるわけがないっていうのがね、多分会社経営してる方とかね、自分で事業なさってる方だったらそれくらいのことは多分想像がつくんじゃないかと思いますけれども、うん、運転資金をない状態でね、お客様に補填しますよなんてことを言えるわけないじゃないですか。ゲインスカイのそのバックにどんなね銀行がついてるのか分かりませんけれども、うん、そこがやっぱりちょっとね、私個人的には、はい、ないんじゃないかなと思っているので、まあこれはね、本当にあくまでも私個人の意見で、ね、ゲインスカイをまあ否定したいわけではなくて、ちょっと常識的に考えるとやっぱりおかしいなと思えるのが私の考えなので、あくまでもね、参考にしていただければいいと思うんですけども。はい。ということでね、私的にはちょっと GI トークンも、このプライベートエクイティ、ね、どういうものかわかりませんけれども、もしね、あの、新たな投資案件ですよみたいな話だったら、ちょっと様子を見ようかなと思っています。まあ、ゲインスカイに残っているね、この数字、金額でそれができるというんであれば、それはね、乗っかってもいいかなと思いますけれども、新たに入金しろっていう話であれば、ちょっと私は様子を見ようかなと思ってます。一応ね、私のね、ここに、まあ、5000ドル、ね、約50万円くらい残ってるんで、これを使って、新たなね、投資に使えると、かつ出金ができるというんであれば、やってもいいかなとは思うんですけれども、まあ、ちょっとそこまではね、出勤は多分できないんじゃないかなっていうのが私の個人的な意見ですけども、まあね、出勤できないできないって言ってると、本当にね、現実になっちゃうと嫌なので、まあ出勤できることをね、まあ一番期待してるのは、ね、まあ、どこまで本当かわからないですけど、リーガルコアマーケットがちゃんとね、KYC 通ったら出勤させてくれるっていうところですね。ここをやっぱり期待してるんで、はい。でただね、リーガルコアマーケッツのやっぱりネガティブな面はね、あのジュビリーエースでもね使っていた、まあジュビリーエースとつながってるんじゃないかと、まあこれはね、あの最悪のパターンっていうか、私のあのなんだろうな、こうであってほしくないパターンなんですけども、結局ジュビリーエースも PGA もゲインスカイも全部つながっていたっていうね、オチなのかなと。ね、仕掛けてるのはまあ多分ね、あの辺の人たちなのかなっていうのがなんとなくねこう見えてきちゃったっていうところもあるので、はい、まあ、そこはあえてね口にはしませんけれども、はい、そうでないことを祈りつつも、はいね、いつなるか分かりませんけれども、 KYC が通ってリーガルコアもしくはゲインスカイからね出勤できればいいかなと思います。でちなみにですね、ここ投資ヒストリーかな、トレードヒストリー、はい、さっきねあのちらっと見てたんですけれども、なんか一応ね結果が出ていて、確か2月3日で、ストップしてると思ったのに、こう結果だけ出てると、でおかしいなと思ってみたら、なんか結果がね全部マイナスマイナスマイナスっていうね感じになっていて、これあれですかね、多分皆さん途中で打ち切られたんですかね、マイナスなんてなったら発狂ものですもんね。
私はたまたまね、この2月1日に終わる時期で、ちょうどね、取引が終わったところで、まあ、全取引停止しますよっていうレターが出たんですけど、2月3日でしたかね、出たんですけれども、2月3日以降の取引全部ね、マイナスです。で、これ赤チームだけかなと思ったら、はい、黄色チームもね、マイナスマイナスマイナス。やっぱりね、2月1日まではプラスなんですけど、2月マイナス3日以降は全部マイナス。で、青チームも、はい、こんな感じでね、全部マイナスになってると。多分、打ち切られてるからね、マイナスでも関係ないのかなと思いますけれども、緑はどうなんですかね。緑も、あ、緑はかろうじて出ている。へえ、すごいですね。緑は打ち切られてないんですかね。そんなことないですよね。あ、でも、日付がなんかおかしいですよね。はい、ちょっと緑の運用がね、わからないですけれども、赤から青までは全部マイナスになってます。はい。まあ、ただね、打ち切られているはずなんで大丈夫かなとは思いますけれども。はい。でですね、まあ、そうですね、この後なんですけれども、一応ね、このウェブサイトアクセスできているうちは、まあ、大丈夫かなと思いますので、はいね、まあ、たまにこうチェックして、あ、そうですね、一応、なんだろうな、あまり、ね、意味ないかもしれないですけれども、こういうね、画面とかはね、キャプチャーで撮っといて、いくら投資したとか、ね、どうなるかわからないですけれども、ね、最悪こう、万歳の時にね、証拠が残せるように、今のうちにスクリーンショットとかを、はい、撮っておくことをお勧めします。ちょっとね、嫌な準備ですけれども、はい、まあそういうところもね、はい、準備しておくのがいいのかなと思います。はい。でね、まあ、いろいろ語り出すとキリがないので、今日はこの辺にしておきますけれども、一応私の動画チャンネルの方で、現役会ね、いろいろ情報っていうかね、私の意見も含めて上げてますので、はい、この辺もね、参考にしてみてください。特にね、このどっちを信じるというところ、まあ、どっちも信じられないかもしれないですけれども、はい、こういった動画も撮ってますので、ね、はい、出勤無効化とか、はい。あと、古い動画だと、結構ね、ゲインスカイの、この時はね、結構かなり調べて、まあ、大丈夫じゃないかっていう判断をしたんですけれども、まあ、今となってみればって感じですね。ここに、リーガルコアマーケットのね、まあ、評判とかもいろいろ調べてみましたけれども、まあ、やっぱりね、この時と、まあ、1年くらい経ってますからね。状況は変わっているということで、まあ、そういったね、変化を楽しむ意味でも、はい、過去の動画もね、見ていただけたらと思います。はい、ということでね、今日もここまでご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、ゲインスカイについての情報を、まあ、不定期ですけれどもね、お伝えしていますので、また新しい何かね、情報、変化がありましたら、動画撮ってお伝えしていきたいと思いますので、はい、ぜひね、チャンネル登録していただいて、今日の動画、役に立ったよ、参考になったよと、いう方はですね、いいねボタン、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次回のゲインスカイの動画でお会いしましょう。See you next time.